今回このシリーズはね、メインディッシュダブルなら、どっちか一つをナンバーワンに決めることはできねえな。ダブルメインディッシュ。もちろんさ、全部かっこいいんだけどね、それぞれの良さがあるんだけどさ、やっぱあの2体がね、HG、ドラゴンボールスーパー08、第8弾まで来たがついで、人造人間編ということで、今回さ、人造人間たちが荒ぶってんだよね。いや、最高だわ。このシリーズで17号ゲットできるとか激アツだよな。だだー。人造人間17号だ。おー、めっちゃいい感じじゃん。このさ、オレンジのスカーフがいいよね。この服装がすごいさ、17号って感じすげえ似合ってるよね。これぞ17号だわ。ちょっと破けてるのもいいよな。破けて、見えている。服が破けて、足が見えているって。人造人間17号いいわ。やっぱこの服装、この服装がさ、なんか17号って感じするよね。初期17号。オレンジのスカーフすげえ似合うな。で、スタンドを取り付け、ま、これスタンドなくても自立すると思うんだけど、つけた方が安定するからつけて、おお、かっこいいな。ほんと嬉しいわ。この HG シリーズの17号。あと16号もさ、でけえ型で来てほしいよな。でけえ型の16号。絶対かっけえぜ。あと合体13号とかね。めちゃめちゃ楽しい。でね、このね、黄緑のカプセルに入ってるのがさ、これも、いや、ぶっちゃけメインディッシュいけるんだよね、正直。パカリス主号と開けまして、来たか。これもメインいけたんだけどな。でもやっぱあのダブルだと思うんだよね。人造人間編といえばね、俺ね、あいつらのバトルがさ、すげえ、印象に残ってるというか、すごい好きなんだよね。さ、うわ、髪すっげえチクチクしてる。トランクス、やっべ、クリアパートじゃん。髪やばくないこれ。カニ見てんだってる、カニ。トッゲトゲ。うわ、後ろのポニーテールもトゲトゲ。髪超綺麗だな。おお、肩の筋肉、デルトイディが盛り上がってるな、トランクス。超かっこいいぞ。で、下半身の筋肉ね。もう全身筋肉だからさ、このスーツ着てるから、全身の筋肉が際立ってて、この戦闘服スタイルいいよね。このさ、青いさ、ボディースーツとさ、このプロテクターをつける。いや、いいな、似合うな、これ。トランクス、この格好似合うよな。全部入ってねえな。ちょ、髪の毛痛くてさ、押せないんだよね。ちょ、どうしよう。全部。オッケーオッケー。いや、似合うわ。やっぱこういう服装、ベジータが一番熱くなる、似合うはずなんだけど。あ、まあ、息子だからね。息子だから、まあ、意外に似合うっていうか、似合うのは当たり前かな。でも、なかなか似合って、まあ、ベジータほどではないけどね。ベジータやっぱこの服装すごい似合うよな。これがトランクスね。スーパーサイヤ人、トランクス。で、トランクスもスタンドがあるから。いや、素晴らしくないトランクス。髪の毛の、クオリティが神ってる。髪の毛のクオリティが神ってんだが、めっちゃ綺麗だな、スーパーサイジェントラックスの髪。ちょっと横にしてさ、イケメンのポニーテール。素晴らしい。で、次ね、いや、まあ、ぶっちゃけね、もう人造人間編といえばさ、この黒いカプセルに入ってる。まあ、息子と来たら親父賞みたいな。息子と来たら親父賞。めっちゃかっこいいんだよね、やっぱね。この、親父の MG。上半身と下半身を合体して、ベジータベーダー、MG ハゲおじ、かっけー、ダダーン。さすが HG シリーズのようなクオリティがすげーわ。シワがやばくね、スーツのシワ。でもやっぱこの服装ベジータ一番似合うよね。めちゃくちゃ似合うな、やっぱこれ。青いボディースーツでプロテクター系の戦闘服スタイル。これベジータの右に出るものはいなくねえか。すげー似合う。ベジータ、息子と親父のコンビネーションが揃ったね。そして台座にセッティングして飾るとこんだけ、いや、かっこいいなぁ。もうここで終わっていい、もういいレベルじゃない。17号とさ、ベジータと息子トランクス。しかしね、まあ、ベジータノーマル形態があるということは、やっぱね、あるでしょと。いや、もうめちゃくちゃね、かっこいいな。もうノーマルとさ、やっぱスーパーサイヤ人の迫力って違うよね、全然ね。スーパーサイヤ人になった瞬間に迫力5倍ぐらいになるよね。まあ、実際強くもなるけど、パワーも強くなるけど、かっこよさもさ、でるーしゅ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 ー。きた！まあ、トランクスとさ、スーパーサイヤ人もやばかったから、もう、ベジータの、これもメインディッシュでしょ、間違いなく。セットでね。あの方とセットで。うわ、ベジータのスーパーサイヤ。うわぁ、かっこいい。フォルム。なんじゃこりゃ。最高じゃない？これもうナンバーワンでしょ？言うことなしに。スーパーサイジのベジータ、人造人間兵の。そして、ベジータといえば、このピンクのカプセルに入ってくもんね。タイマンでしょ？思い出すよなぁ。あのタイマンを、まずは合体して、ベジータを完成させる。いや、バリかっけえよ、やっぱ。さすが HG。HG のクオリティすごくないこれ。ダダー。ベジータ筋肉がすごいね。肩の筋肉がバチクソ盛り上がっている。かっ
っこいい。で、台座。台座があるから台座にセッティングして、スーパーサイズトランクスの隣にセッティングしてみるとこんな感じ。いや、かっこよ！なんじゃこりゃ。もうこれやばい。神のシリーズだわ。そして、17号と、来て、18号ピンクのカプセルに入ってるのすごい良くない？ピンク。合ってるね。ピンクが似合うわ。人造人間18号。ベジータ、スーパーサイズのベジータと並べたくなるよね。やっぱね。スーパーサイズ。いや、しかもね、ポーズいいんだよね。今回の18号のポーズ最高だよ。ダダーン。はい、かわいい。あ、もうこれね、どうこれ。袋から出す前からわかるよな。袋から出す前からこの美女レベルがわかるって。さすが人造人間18号だわ。なんじゃこりゃ。え、クオリティ高すぎないかこれちょっと。うわ、このアンクリングに髪の毛のなびき。素晴らしい。レッドリボン軍のマークがついてるね。この服装もやっぱ18号だよな。17号と18号ってやっぱこの初期のこのスタイルがさ、一番さ、来るよね。初期デザインのやつが。一番、でもね、俺最近ジャージ姿のピンクのさ、あのピンクっていうかあの色のさ、ジャージ姿のさ、あるじゃん、スーパーのジャージ姿の18号。あれも可愛くなってきたんだよな。でもやっぱこの服装が一番っていうか、これが一番可愛いか。え、めちゃくちゃポーズもいいね、ほんと。ポーズナンバーワンでよくない？今回18号すごい神だわ。18号神だわ。なんじゃこのクオリティ。服の、うわ。服のクオリティすごすぎでしょ、シワ感。デザイン。完璧、ペイントも綺麗だし、ダン。これが今回のメインディッシュ2。人造人間18号。これと、やっぱこのダブルでしょ。やはりベジータ。まあ、ノーマルでもいいんだけどね、ベジータ。ベジータとスーパーサイヤ人のベジータどっちでもいいんだけど、ノーマルのね。やっぱスーパーサイヤ人並びたいよね。ブロンド同士、金髪同士。かっちょいいなぁ。タイマンを思い出せる、タイマンを。腕ぶち折られるベジータ。こんな美女でボコられるってちょっと羨ましいよ。ちょっと羨ましいよな。こんな美女でボッコンボッコンされるってね。ベジータのさ、腕ぶちょれぐらいでさ、俺ら蹴られた、体切れるだろうね。真っ二つになるだろうね。いやー、それにしても18号素晴らしかったなー。いや、今回のナンバーワンはさ、もう、18号とスーパーサイズのベジータだなって決めてたんだけど、やっぱ18号これ、ナンバーワンダントツいくかも。スーパーサイズ超えたかも。最初決めらんないと思ってたけど、18号単独ナンバーワンいけるな、これ。すげえよくない？クオリティ。今回の8段のメンツ、これね、全、5種。全5種で、ベジータとトランクスと、スーパーサイヤ人のベジータ。で、18号と17号のダブルなんだよね。人造人間編。すげえいい感じの人造人間編だったね。これも18号ナンバー、単独ナンバーワンだな、これ。実際開けてみたら想像以上に良かった。ダン。え、超良くない？これ。これガチャだからね。ガチャのクオリティじゃなくなるの ?18 号。ベジータの並び。17号がいてね。あと16号も欲しいな、16号。すげえでかいやつで、ね。16号でかいやつ欲しいよね。かなりでかいサイズ。こんぐらいのサイズのやつ。で、トランクスとスーパーサイズのベジータ。かっこいい。やっぱこのスーパーサイズコンビいいね。親父と息子のスーパーサイズコンビ。最高だったな、今回のメンツも。次回のさ、09。09来て終わったら10段か。記念すべき10段はどういうことになるのか。やっぱブローリー来るよね。9段でも来るかな。9段もメンツ出てる。まあ俺まだ調べてないんだけど、9段の早くメンツ見たいね。何が来るんだろう。で、10段で絶対ブローリー祭りしよう。楽しみすぎるな。ということで、今回はこの第8段のね、開封レビュー動画でした。最高のメンツで、最高のクオリティだったから、みんなもぜひね、ゲットしてディスプレイしてみて。特に18号。人造人間18号の出来がダントツで良かった。あとやっぱスーパーサイズのベジータも個人的にやっぱ熱いね。人造人間編ということで。かなりグッとくるこの並びは。素晴らしいメンツだったな。あとトランクスもかっこいいよな。スーパーサイズのトランクス。これは来てるわ。あとはカカロットとかもね、いてくれた。シークレット。シークレット作ってくれたらいいのにな、このシリーズ。シークレットやっぱ欲しいよね。シークレットいれば燃えるからさ。HG シリーズのなかなか出ないやつみたいな。レア枠みたいな。あれも隠して言ってた。シークレットハテナになってて。燃えるよね。やっぱね、燃えてくるよね。次回は、バーサスドラゴンボールだね。来春発売予定のこの、バーサスドラゴンボール16。たまらんね。カカロットとベジータのこのポーズのフィギュアゲットできるって。すげえ楽しみだなー。これも早くゲットしたい。これもゲットしてきたらすぐに動画撮ってまたみんなと見ようと思うので、次のね、このガチャの開封レビュー動画でお会いしましょう。最後は全員集合バイバイである。かっこいいなー。トランクス、ベジータ、17号、そして美しいぞ。18号、18号最高に美しいんだけど、これ。かなり出来いいね、今回の HG の
18号は、これもかなり100点満点中100点上げられるわ。すっげえポーズといい、造形といい、ペイントといい、完璧だった。ありがとう18号。すっげえ美しい。